つも通り、まあいつもダブルアップしたい。だからまあワールドカップより足りないこととか、もっと上手にやりたいです。で、まあこの合宿がいろいろメンバー、新しいメンバーがいるから、僕もどこまでできるかな、ちょっとまあ新しいチームですからどこまでできるかなと思うんですけど、まあみんなのエネルギーがすごいいいです。だからなんかみんなまあ日本の応援のためにいい場所をやりたいです。勝ちたい。あの本当にまあワールドカップのデータいろいろ見て本当にトランジションバスケをやりたい、速いバスケをやりたい。で、グアムがインサイドのバスケットは結構強いからそこもなんかいい練習できると思います。ローポストの練習、今週まあいろいろローポスト練習やってそこもちょっと。良くなってほしいかな。もっといい、もっといいバスケをやりたいかな、それ。で、あとは、まあ、若いメンバー少し出るから、まあ、パリオリンピックのために勝負、チャンスかな、トライアウトです。だからそこもちょっと見てます。明日は、まあいいメンバーも当たり前出すんですけど若いメンバーも出します。だから本当にパリまで5ヶ月かしかないから本当にベストのメンバーが探したいと若いメンバーの経験させたいです。両方あります。でも勝ちたい、一番は勝ちたい。でもその以外はもういろいろあります。みんなの役割、例えば川又の役割はローポースディフェンスとリバウンド、ジョシュ・ハリルソンは、まあ、ローポースディフェンス、リバウンド、オープンシュート、ケイタ、今村、まあ若くないけどもう彼2年ぶりのチャンスですから彼は、まあ、ステップアップできるかどうか、そういう、まあ、チャンスがさせあげたいです。まあやっぱりね、スリーポイントとレイアップとフリースローと、まあそこを一番、まあ得点の、なんていうんですかね、まあシュートの割合としてしたいなと思ったので、その辺をしっかりね、チームとしっかりして、まあどういうバスケットをしたいのかっていうのを、そういうのを出したらいいなと思いますし、まあなんかその辺なのかなと思ってるので、はい。それに関してはほとんど変わらずですけど、まあでもワールドカップでのいろいろの数字を見たりしていて、まあもうちょっとね、フリースを増やしたいとか、スリーポイントももうちょっと増やしてもいいんじゃないかみたいな想像のね、見てみたいなのがあったので、まあチームとしての、まあチームの良さっていうところを最大限に出せるようにしていきたいなと思います。まあワールドカップ後初の、試合にはなりますし、まあここ東京で、日本でできるということで、皆さんの応援をね、全員頑張りたいなと思いますし、まあ、オリンピックに向けての、まあ、初戦ということになると思うので、まあ、個人的にもそうですし、チームとしてもいい、ね、入りができたらいいなと思います。まあ、一つ一つのプレーの精度が高くて、まあ、見ている人も、自分たちもやってる人も、なんかこう、見ていて、すごく きれいなというか、まあ、すっきりするようなバスケットになるんじゃないかなと思っていて、まあ、それがこう派手なバスケットっていうだけではなくてしっかりと泥臭いところもやりながら、まあ、常にこうターンオーバーを少なく自分たちの効率のいいバスケットを常に遂行していくっていうところだと思います。ポイントガードはそこのバスケットをコントロールするすごく大切なポジションになって、まあ、常にチームメイトとのコミュニケーションを取りながらこうポイントガードとしてまとめていければいいなと思います。彼らも本当に、ある意味こういい意味で後輩らしくなくてすごく僕たちにもコミュニケーションを取ってくれますし、まあ、僕がこうコミュニケーションを取ることもありますけどまた明日の世代と上の世代をこうつなぐ架け橋として、そういったところも担っていければいいなと思っています。まず何より、勝利することが大事だと思いますしまた日本開催ということでたくさんの方が試合に見に来られると思うので、まあ、僕たちもいい勢いをつけられるように、しっかりと
こういい試合をしてまたファンの皆さんにいい結果をお届けできればいいなと思います。個人としてはやはり横浜のビーコルのバスケットとまた日本代表のバスケットのスタイルだったりとか僕に求められていることっていうのは変わってくると思うので、まあ、簡単にアジャストメントすることは難しいかもしれませんけど徐々にまた日本代表 の役割にシフトできているような感覚はあるので、まあ、アグレッシブなディフェンスであったりあとはまあ、オフェンスをしっかりと機能させるためにコントロールできればいいなと思います。